皆さんこんにちは。今回は 4.0 までにしておくべきこと、別に急ぐ必要がないものについての動画です。よろしくお願いします。はい、まずはモラですね。こちら、よっぽどのことがない限り過剰に準備する必要はありません。つまりどういうことなんだ？モラは確かに使い道が多いのですが、実際新エリアを探索すれば大量のモラを入手することができ、キャラの添付も特にこだわりがなければ6、高くても8あれば問題ないので。実際、厳選で頻繁に強化をしない方は、そこまでモラを貯める必要はないです。また、主観になりますが、そもそもガチャを引いて追加キャラをすべて引くような人は、基本的に、現在のような新キャラが一人もいない状況。そういう場合以外は、それなりにスターダスト交換でモラを取れます。毎回ガチャを引く想定でガバガバスターダスト使ってたけど、まさかの新キャラレイのバージョンなので、今現在かなり枯渇してる。で、元も子もない話ですが、無課金とかでキャラを引ける回数が限られてる方、そういう方はそもそも育成をする機会自体が減るので、そこまで意識してモラを用意する必要はないでしょう。個人的に用意するべきはこちら。経験値本ですね。こちらは90レベルの主流な現在では、かなり枯渇しやすい。先ほども言った通り、引く回数が限られてる方は意識して集める必要性は低くなりますが、正直こちらの方が圧倒的に足りない。モラを稼ぐというのは結構罠なので、モラを稼ぐくらいなら経験値本を集めるのがおすすめ。水元素の国なので、熟知パーリーではなくなりそうですが、共鳴的に HP パーリー内になる予定なので、どちらにせよ、レベルは大事そうです。進捗にもよるだろうけど、集めるなら絶対経験値本派。どうせバナラーナや冬忍びの木みたいなのが来るでしょう。モラはあちこちで使うけど、モラの入手経路も多いことにも注意してください。実際の必要数はざっくりこんな感じなんですが、まず、添付オール8基本的にはありえないです。最近の傾向的にというか、基本的にサポーターはスキルか爆発が本体で、アタッカーもアルハイゼンみたいな爆発の比重が低いキャラとかもいたり、かなり数値で見ると必要量が多そうに見えますが、モラを集めるのはフォンテーヌに向けるというよりも、現在進行形で必要な方な気がしています。という感じで、ざっくりした説明だったな。ということで、次、魔人任務を終わらせておきましょう。基本的に魔人任務は絶対追加されると思います。おそらくカリベルトや放浪者のやつはしなくても良さそうですが、念のため、終わらせておくと良いと思います。基本的には前の国のやつ終わっていないと、次の国でストーリー出てきても参加できないからな。多分マップに入ること自体は、稲妻以外は問題なさそうではある。続いて、終ボスの素材のキープですね。添付を8まで上げるときに必要な数は、1添付につき、2個。オール8にするとしても6個が必要で、フォンテーヌのストーリーが一段落まで終ボスは出ないと思うので、基本的には集めておくとベターです。稲妻は 2.1 で宿女、スメールは 3.2 ですからマッシュ。スタレみたいに、休憩を挟まない限りは 4.2 には完結しそう。これまでの感じでいくと、前の終ボスの素材を使う傾向だね。終ボスの素材集め。ついでに溶媒もストックできてるとベターですね。これは、結構最近始めた人向けかな。長くしてると余ってる人多そう。続いて原型集めです。新カントリーが来るので、鍛造武器が必ず追加されます。ですので、原型はストックしておくとベターです。金箔みたいなぶっ壊れ鍛造武器、出てくれないかな。宝器が、金箔、万国と、さらに白神まで出てきて、期待値計算ではよく見るけど、実際使ってる人はあんまり見ない満月とかも一応あったり、冬忍びはスネージな山で凍結してていいんだけど、基本的に鍛造は宝器優遇されてるから、他の武器で超強いの出てほしいね。あとはこちらは、鍛造武器の素材発表後とかでも、ギリギリ間に合うと思うけど、鉱石集めですね。新しい鉱石が出てこない限りは、鍛造武器で使うことになりそうです。原型よりはありふれてるけど、精錬後までしたいというか、原型キープするならこっちもやりたいねって感じだね。続いて、ポケットワープです。これ、ほぼ必須だと思います。基本的に新しいボスも追加されると思うので、近くにワープがある可能性もありますが、
微妙に離れてることもあるので、用意しておくに越したことはないです。あとは、特産品とかのルートに配置するとかな。実際結構使い道は多いと思う。めんどくさい道を何回か行き来させる任務とか。これまでにあったからね。鶴見とか結構山の上にポケットワープ置いておくと。探索がだいぶ楽だったので、とりあえず山上に最初配置するといいかもです。ちなみに、素材はホタル2と水晶5とアビスのドロップ品。ホタルは双眼鏡炎で集めやすいです。あとは樹脂類ですね。新しい生物や、新しいボスが登場すると思うので、できるだけ使わずに残しておきましょう。新しいボスが来る前は結構基本だな。新しい生物は、どうなるんだろうか。続いて、生物関連が続きます。4.0 ではほぼ間違いなく海星が追加されるので、海星の餌用の生物を用意しておきましょう。星5の生物3個で1個交換できますね。2.0 で貴族と血染めと剣闘士と楽団。3.0 で 1.1 の範囲まで可能になり、順当に行くと次は絶縁締め縄は作れるようになりそう。絶縁なんて、使い道がかなり多いので、絶対素材を用意しておきたいね。ということで、海星用の生物の準備をお忘れなく。こちらは課金関連ですが、ショップの材料パック。こちら、4.0 になると新素材も対象に入るので、今のうちから、準備することが可能です。かなりペイプウィンだな。そして、工場石のキープです。まだわかりませんが、ゲナリは工場に追加されたので、フォンテーヌの 4.0 の星5キャラが工場に追加される可能性があります。実際のところ公式発表がないとわからないけど、可能性としては十分あるので。あと、工場ガチャはいつでも内容は変わらないので、我慢できるなら残しておくと良いと思う。まあ、我慢できない自分は使っちゃってますけどね。というか、普通に工場落ちするとしても引きます。そして、重要です。フォンテーヌは8月16日にこれまでのアプデ日程だときます。はい、夏休み真っただ中、一応お盆中でもあるのかな。それまでに宿題を終わらせておきましょう。そして、有給やバイトのお休みを入れるのを忘れなく。原神で最も盛り上がる瞬間です。全体的に盛り上がるので。土日のドラマとか同じで、その瞬間に遊ぶからこそ面白いことが多いと思う。ドラマとかの録画とか見てもあんまり楽しめない派です。圧倒的にリアルタイム派。ということで、アプデまでにすることを13個紹介していきました。ポケットワープは比較的いつでも間に合いますが、紹介してしまったからしょうがない。あとは、直前には直前だからこそ準備できることも紹介したいと思います。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さようなら。